中国から来た若者2人がアメリカ旅行の機会を利用して、センユン芸術団のニューヨーク公演を鑑賞しました。2人は中国では見られない本当の中国伝統文化を体験し、アメリカまで来た甲斐があったと喜びました。広東省広州市から来た楊春光さんは、ネット封鎖突破ソフトで海外のサイトにアクセスした際、センユン公演の情報を見たことがあるそうです。今回の旅行でセンユン公演を生で鑑賞し、心が揺さぶられたと述べます。跟我在大陆里面看到的那些什么抗日神剧、手撕鬼子、什么都市、情爱之类的那些商业气息非常浓厚的这些，完全呢就是不可比的这种。中国でソフトウェアエンジニアを務める張智常さんも同じ感想です。我感这个是演的是中国的传统文化。非常非常的精彩，这个就是在中国大陆，包括看一些秀，已经很少能看到这个秀。センユンの公演中に、張さんは不思議な体験をしたそうです。每到这个就是佛呀，或者是这样出来的时候，我能闻到一股檀香的味道。然后另外呢，就是说它这个背景有花的时候，我能闻到这个就是非常非常，清香的花香味。また、バックスクリーンとダンサーの踊りが絶妙にマッチし、完璧な 3D 効果を生み出していたと評価します。就是動態天幕吧、这个应该是结合了现代的、就是一些高科技的设计了。然后另外呢、就结合演员的设计、就是这样是把这个电影和这个演员的实际效果就结合成了一个 3D 的效果。这个非常非常非常的、就是这个、美妙绝伦吧、非常非常的好。張さんはまた、当局の虚言を信じていた警官が、ファールン音楽集社の善良さに感化され、心持ちが変わる演目に深い感銘を受けたと話します。当他这个被这个慈悲的能量打动之后，他有一个根本的转变。这个呢，既体现了这个人的，就是说，他就是善良的一面被打动了。另外的一面就是体现一下就是这个佛法的力量是非常非常的大。2人ともはるばるアメリカまで来てセンユン公演を鑑賞したが、十分その価値があると口を揃えます。感觉非常非常的精彩，不虚此行。反正今天是非常值得的一个非常难忘的一个晚上，所以呢我也祝神韵艺术团能够越办越好。把我们中华文化五千年的那个精髓，把它更好的传播，让更多人能知道，发扬光大。新東人テレビがお伝えしました。